野崎チャンネル広辞苑問題パートもう何個か分かんない言い過ぎてて、はいね、まあ甲子園も、うん、京都国際が、接戦タイブレークですね。決勝戦ね、はい、見事になるところでね、うん、甲子園ね2024年夏ね優勝果たしましたけども、初優勝、俺はここで一言言いたい、はいね、今年の夏の甲子園も、うん、やんやんとうるさい人言いましたけども、はい、こうやってね最後まで大きなね、うん、事故もなく、うん、事件もなくね、はい、開催できたね、うん、まあ学校関係者の名を含めてね、うん、そしてあの朝日新聞主催、はい、あと高野連の皆さん、うん、完璧にね、はい、やり遂げてね、うん、お疲れ様です、ね、まあ、無事にね超えたっていうのが、まあ、これから甲子園継続するにあたっても大事ですか。そう、うん、よかったね、はい、みんな頑張ってんだからね、うん、できることをやっていこうっていうね、はい、ところでは今年もねよかったと思います、はいね、その中でまあねこの甲子園で起きた問題の中で、はい、ちょっとピックアップしていこうっていうところで、うん、まず一つはですね、はい、まだ言う人いるのよ、うん、甲子園秋開催にしたらいいって言って、いや俺それテレビでもし言ってる人がいたら、はい、テレビの中、うん、もしくはもしラジオの中、はい、周り一人でやる言うわけじゃないじゃん、はい、周りもいるわけじゃん、うん、何も誰も言えへんのが不思議で仕方ないね、うん、俺甲子園を秋に開催、うん、夏じゃなくてもいいやから、もう今はもう10月でも暑いから夏やぐらい言うじゃん、はい、で秋に甲子園開催すればいいやっていう人いるけど、はい、俺も甲子園を秋に開催すればいいやっていう人は、はい、甲子園の問題語ったらあかんと思うね、はい、知らんすぎんで、はい、その知らんのも限界あるね、うん、はい、もうほんまに甲子園秋開催すればいいやんっていう人は何も知らへんねんなと思うね、うん、びっくりするぐらい、はい、それもう何でか言おうか、もう知らない人のために説明しなきゃいけないよね、はい、もう夏休み終わるね、うん、あと10日間ぐらいでね、はい、早いところだと、まあ、東京のこと言うね、うん、東京だと、うん、9月頭から、はい、選抜に向けた秋の大会の、うん、予選始まります、はい、もう茨城はもう県大会の予選もうすでに始まってます。始まってんの、はい、関西も始まってます。始まってんの、はい、始まってます。始まってんの、うん、で東京都だと10月ぐらいから本戦始まるんだよ、はい、で19月に予備予選なんだよ、はい、でそれで本戦始まっていって、うん、甲子園の選抜の予選が行われるわけよ、はい、いつやるん、もう始まってんで次の大会がね、次のもう年代、はい、うん、何言っと、もう新チーム始まってますからね、知らんのみたいな、はい、もしその人がサッカーとかラグビーとか好きなんだったら、うん、他のスポーツね、はい、いやインターハイなんて夏やる必要ないやん、うん、秋やりゃいいじゃんって言われてるのと一緒やんのよ、はい、でもその人たち言うのよ、秋無理ですよ、国体あるんでちょっと、うん、一緒や、ね、野球もびっくりするな。意外と野球 その高校野球ってその結構年間スケジュールカツカツというか結構詰まってるんですよね。そうそう、全競技そうよ、はい、全ての高校、うん、だって要は三冠とか言うやん、はい、インターハイ、国体で夏の全国高校サッカーとか、はい、あと春高バレーだったりとか、うん、あとはバスケットもそうだ、はい、それは三冠あるからね、うん、それ、はい、秋あんねん、はい、野球は国体なんて遊びだから、はい、多分高校野球ファンの人でも国体優勝したチーム言えんやろ、うん、多分分かんないかも、うん、秋新チーム始まってんねんで、はい、いつやろ新チーム、うん、なんなら甲子園がまだやってる最中からもう一次予選始まってますから、ね、そうだよ、逆に甲子園優勝するチーム、はい、かなりのデメリットアドバンテージあるからね。そうもう他の新チーム早いとこは6月ぐらいから新チームが始まって、はい、その9月のね、うん、秋の選抜ね、春の選抜の予選に向けて3ヶ月間作っていくのに、はい、甲子園優勝したチーム、うん、一歩間違ったら3年生はやるけども、うん、新チーム練習してたりするからね、はい、秋に向けてね、うん、多いですね、うん、強豪私立とかの強豪校は人数多いところはね、はい、うん、それなのに秋開催やってもう笑けてくるな、ね、びっくりするな、うん、世間の知らんさ加減に、はい、でそれを周りも何も言えへんところがさらにびっくりするな、うん、何も知らん人が作ってんだよな、うん、でもその気温のことだけしか考えてないってことですよね。いやだちゃうね、文句言いたいだけやねん。そうなんですか、結局だってちょっと調べて考えたら分かるやん、はい、正直、うん、できひん理由が、はい、だからもう何も考えてへんねん、うん、っていうのはねびっくりなんで、秋開催先輩無理ですよ、はい、っていうところね、はい、まず一つの問題として、はい、ね、で続いて、うん、滋賀学園問題、おお、ね、ダンスがすごいね、あ話題になりましたけど、そういうなのに SNS 上がったらよ、はい、うん、高校3年の夏がスタンドで踊りで
泣くみたいな、はい、結構あったんだよね。そのためにやったのか、何のためにやってきたんやみたいな、うんうん、っていうのがあって、うん、ね、じゃあ、あの滋賀学園どう、袴さん、あの応援団見てて。え、私はなんかすごいインパクトがあって、うん、盛り上がって、うん、その多分その勢いのある応援って選手にも届いてるだろうし、うんうん、私はすごく、あ、なんかいいなと思いましたけどね。要するに3年生の最後の夏があれっていう。でも最後の夏、もしダンスしなくてもですよ、うん、メンバー入りできなかったらベンチの上でこうやって応援をしてるわけですよ、うん、そうそうそう、同じなんですよ、うんうんうん、それがじゃあ選手の応援のためにダンスをするか、うんうん、普通に頑張れ頑張れというかね、うんうん、その応援が歌うかの違いなんで、うんうんうん、私はインパクトがあってこうなんか役回りがあっていいなと思いますよね、うん、まあ俺はね、その意見、うん、最後の夏がそれかみたいな、はい、今まで頑張ってきてみたいな、うん、美瑛みたいな、うん、あるけど、まあその意見がわからないこともないね俺は、はい、そうやって言う意見に対してね、うん、それなんでかっていうと俺はもう強いところに出れるところって言ってるんだよ。あ、そうですね、ずっと言ってるから、うん、俺はずっと弱いチームを選んできてて、うん、自分が試合で帝京大学もそうだし、はい、千葉ロッテマリーンズもそうだし、うん、あの強いところ行って補欠になるぐらいだったら弱いところで甲子園1回戦負けてもいいんちゃうか、うん、だから自分が出れるところに行った方がいいよって俺はずっと言い続けてきてるから、うん、そうやって言う意見もわからんでもないね、はい、正直ね、うんうん、でもね、そんなのは言われなくても分かってんだよ、うん、いや本人が一番悔しいですよ、彼ら本人が一番悔しいね、うんうん、みんなね、それは俺はそうやって思うけども、うん、でもみんなその自分が選んだ道で成果を出すしかないわけよね、うん、そうですね、そうなった時に、うん、それね、なんかあの肘になんかギブスじゃないけどサポーターしてた子もいたよね、怪我したんだろうね、はい、とかね、それは頑張ってね、うん、あのレギュラーになるために頑張って、もしくはベンチ入るために頑張って、甲子園出るために彼らだって頑張ってきたと思うんだよ、うん、でもそれが届かなかった、うん、そんなの言われんくても本人一番分かってんだよ、うん、一番悔しいのよ、うん、ってなった時によ、うん、これはもうあの日刊スポーツのコラムにもなってるんだけど、はい、俺のね、多分これが出る頃にはひょっとしたら出てるかも分かんないけども、はい、彼らの中もこのいろんな思いをかみしめて納得してね、自分たちはグラウンドでプレーできんと、うん、でも最後にスタンドから、ね、そのチームメートとか仲間のために応援して、うん、なんとか最後の夏を素晴らしいものにしようと思って、うん、彼らも踏ん切りつけてよ、うん、そうですね、気持ちの中でね、うん、いろんなこともある中で踏ん切りつけて割り切って、ね、その応援に必死になろうと思って頑張ってるのに、うん、ね、気持ちもわからんでもないけども言うことじゃないね、うん、そんなことをね、うん、何が楽しいねみたいな、うん、彼らが一番きついんだよって、うん、でダンスキレキレだったや、はい、あれなんでキレキレか知ってる？え、それ練習してるからじゃないんですか？俺後ろ見た時に思って、はい、あれ1年からやってんねん、ずっと。あ、なるほどだから3年目やねん、伝統としてね、うん、伝統として、あの多分後ろの子が1年生やと思うねん、はい、ユニオンで、うん、赤の子が3年生やと思うんだけども、うん、あの後ろからやってくるから、はい、みんな多分1年の時からやってるから、うん、それはもうキレキレで、いや、もう踊り慣れてるわけですね。そうそう、うん、で俺はもう逆に言いたい、うん、あの場であのなってね、うん、中途半端に応援してるやつの方が恥ずかしい。あ、確かに振り切ってもう全力でやってるのはね、割り切ってで、ね、なんとかチームのために頑張ろうっつって、うん、それを自分の今の役割の中でできることを必死やってる彼らは尊敬に値するし、うん、逆にあれを恥ずかしそうに嫌そうにやってるやつらの方が俺は恥ずかしいと思う、うんうん、そうですね、うんうん、俺オシム好きなんだよ、はい、あのサッカーの、はい、だから俺オシムの本よく読んでたんだけども、その、ね、その中で、ね、うん、その代表選手とかチームを決めるときに、ね、うん、水を汲む選手もいると、うん、全員がスーパースターじゃないと、うん、だからこの、ね、パスが来ないけど走る、うん、ね、自分がおとりになる選手もいるし、誰かのためにドリンクを作るとかね、うん、その、あの準備をするとかっていう選手たちもいるし、全員がスーパースターばっかりじゃいいチームは作れへんと、うん、そのね、周りで水汲みになる選手たちもいるってなった時に、彼らは彼なりに自分らの中で割り切って、悔しさの思いもあるけども、今の自分の役割に徹して最高のパフォーマンスと最高の応援ができて、でここまで滋賀学園のイメージを全国に響き渡らせてインパクトを上げるって、学校にとってもプレイヤーも素晴らしいけど、あの彼らがもうめっちゃ学校にとったスーパースター、いやーすごいと思います、ねえ、うん、俺もう耳離れへんねん音楽が調べたもん、これ何の曲なんだろうと思って、ね、だってこの今回の甲子園もちろん素晴らしい試合もたくさんありましたけど、うんうん、なんか一番このインパクト残ってるのって、うん、あの
応援がやっぱりすごい印象に残りましたね。だから俺は、うん、彼らもね、うん、本意じゃなかったと思うよ。あれやりたかったわけでもないし、でもね、その立場になってそういう現状になった時に、うん、自分の中で気持ちを切り替えてね、悔しい思いもある中で今の自分のやるべきことを必死でやろうってなった時に、俺がもし大学の監督関係者で、うん、もし枠が 2,3 空いてんだったら、はい、俺は彼ら取るけどね。だってチームのためにあんだけ頑張ってくれるってことは、うん、そんな頼もしい存在ないやん。そうですね。もちろんね、プレイヤーとしてそこから大学に来て伸びるかもしれないけども、うん、それがなかったとしても、それをあんなに必死にチームのためにサポートして、ね、うん、自分のやるべきこと、やりたいことじゃなかったけども、今やるべきことの中で自分たちができることをあそこまで必死にできる人材って、うん、今の日本でいうとそういないと思うで、うん、みんな自分でやりたいことを、うん、じゃあできなかったらやめますとか、うん、やりたいことできなかったらもうこんなところにいても意味ないみたいな、うん、なんとかガチャに外れたっていうような環境の中で、うん、あそこまで最後必死に頑張って、うん、俺がもし会社だったらああいう人材取りたいよね、うん、そしたらもう頑張ってくれそうだしね、献身的にね、そうそうそう、うん、っていうところで、ね、わざわざ言うことちゃうんちゃうかっていうところと、うん、ね、そういったね、あの頑張りはみんな見ててくれてるよっていうのも含めて、彼らの今後に頑張ってほしいよね。いや本当に、ね、いやすごいいい応援でしたね、うん、そんなんもね、うん、わけわからんことを、ね、うん、匿名で言ってくんねんって。本当ですね、うん、黙れって、黙れって言ってやったらいいね、本当。さあさあいっぱい言ってあげてくださいよね、え、うん、本当にもう逆に俺が親だったらすごいなって思う、うんうん、あそこまで頑張れてね、うんうんうん、優勝してほしかったけどな、俺全く関係ないけど、滋賀県ね、最後負けた時のね、うん、先週と同じぐらいのね、悔しさを出せるのも逆にすごいよ、うんうん、なかなかないと思うけどね、真っ先に泣いてたからな、うんうん、ライブアウトだった瞬間、うん、悔しいよね、うん、でもまあ今後もね、そうですね、活躍にも期待したいところでもあるしね、うん、でも多分ね、きっと叩く人とかって、叩く人の方がなんかこう自分が悔しい思いとか、うん、嫌な思いしたりとか、なんかあれなんでしょうね、ちょっと自分に負い目があるとか、うん、そういうのがあるから人のことも言いたくなっちゃうと思うんですよね、うんうん、あんなかっこ悪いじゃないから、あれかっこいいからで、かっこ、そうですよね、あれを中途半端にやるやつの方が俺はよっぽどかっこ悪いちゃうかっていうところも込めてね、まあ、滋賀学園のね、あの応援団の皆さんお疲れ様でした、ね、まあ、今後の人生もね、うん、いろんなね、自分の思い通りになることはないことも多いけどね、世の中理不尽だからね、うん、でもその中でもね、この経験はね、非常にね、この自分の本意じゃないとこでも必死になって頑張れるのは絶対役立つからね、はい、うん、あの次の人生ではね、うん、自分の思い描いた通りのね、ところをね、いけるように頑張ってもらいたいしね、まだまだどんな場所でもね、うん、輝いてもらいたいね、まだまだ10代ですからね、うんうん、でもね、本当にお疲れ様でした、うん、はい、頑張って、はい、連絡お待ちしてます